心を騒がせるな。いつもこの言葉を聞くと休むことができます。おそらくこのイエス・キリストの言葉は私たちのために一番なんかね、休むような言葉です。他の言葉よりも、なぜかというと、イエス・キリストが私たちがいつもいろんな苦しみ、いろんな問題、いろんな心配に知らされているということを分かっています。心はただ感情のところではありませんね。心は聖書によると人間が最も大切なところです。人間の最も大切なところです。人間は誰であるかを心には現れます。心には隠れています。心はその人間のアイデンティティのところです。人間の自由のところです。人間はその心の中では、つまり魂というか、最も基本的な、最も大切なところには、善か悪か、どっちを選ぶというところです。心には私たちはキリストに自分の人生を与えることができる、あるいは悪魔に信頼することができます。誰に信頼しようか、誰の言葉を信じるのか。エムナ、エブライ語でエムナ、信じること、あるいは信仰、ただの理性のことではない、ただの感情のことではない。エムナという言葉はやっぱり人生を置くということ、支えられること、そしてもちろん人生を委ねること、自分の全てを委ねること。エムナ、アーメン、一緒ですね。だからアーメン、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 確かなことです。クリストは私たちの唯一の支え、クリストは私たちの唯一の道、唯一の真理、唯一の命。そうです、彼が道であるから、その真理の中、その道の中には真理が照らされる、そして命である。道であるから真理と命である。道、私たちの神は道です。メシアは道です。非常に深いこと、歩むこと、毎日の生活の中に入ること、キリストが先頭に行きました。心を従わせるな。どういう意味ですか？心配しないで。落ち着いて。どうして？私が歩みますから。私は向こう側に行きました。私は死に勝ちました。私はあなたのために本日のところ。つまり、あなたのところ。あなたと私が失ったところ。罪の関係で追い出されたところ。そちらには改めてあなたのために場所を置くために私が死んで復活したんですよ。だから、本日のところにはたくさんの住まいがあります。すべての人々のために。そして、たくさんの住まいという意味は、やっぱり今日もあなたのいろんな出来事に入っても、その一つ一つの出来事は神の住まいとなる。神の中にあなたのために準備されている住まい。わかりますか？ちょっと繰り返します。私の父、御父のところには、の家には、たくさんの部屋、たくさんの住まいがあります。つまり、今日一日分、あなたと私、いろんな出来事にぶつかるだろう。苦しみ、問題、心配、いろんな出来事、いろんな関係、あることは、ある出来事を待っています。手帳にも書いてあるが、他の出来事は全然わからない。もしかしたら誰かがあなたの車を傷つく。もしかしたら歯が途中で手を痛むことになる。わからないでしょ。で、一つ一つの出来事、一つ一つの、問題、一つ一つの苦しみ、一歩一歩をあなたのための神の家に準備されている住まいとなる。どうして？クリストは全ての出来事に入ります。あなたの前に、私の前に、今日のこの一日中にクリストが入りました。素晴らしいじゃないですか。クリストは全てを
祝福したクリストが墓さえも本父のあなたのために準備した霊が素材の玄関に変えた。十字架は門、墓は玄関。そして入ったスウェーデンの私たちの人生は本父の家のあなたのための住まいの味入りです。私たちが教会の中では、ある意味では、不動産のところに行くような感じです。教会に行った時には、共同体と共に歩むと、やっぱり不動産とその住まいの不動産と話すことです。不動産が私たちに一日一日一日、天国にどのような住まいがあるということを説明してくださる。写真を示す、見せる、台所、なんか、畳の部屋、このソファー、このテーブル、この、わかる。あなたの人生は、少しずつ歩むことによって、その人生の中に歩むことによって、私たちを待っている住まいのイメージ、住まいの、その味見を見ます。味わう。そして、死ぬ前に私たちはほとんどの向こう側、どういうようなものが私たちを待っているということをわかる。わかるというのは、理性で天国はこういうものであると違います。あれ神秘です。誰も知らない。けど、信じるためには、私たちはこの世では、その地味を見なければならない。その住まいには、ちょっとだけでも、どういうような喜びを、経験するかを知らなければならない。知る。喜んで、知っている。私たちが、どうしてそちらに死んでから天国があるということ。どうして私たちは永遠の死に信じます。どうして私たちは体の復活に信じます。この住まいはどういうものであるかを毎日日常の生活の中には経験しますから。だからキリストが私が行って帰ってな、私が存在している、私があるところにはあなた方も存在する。あなた方もある。あなた方もアイデンティティ。あなた方も霊的に成功する。完成されると。この完成、この素晴らしさ、この存在の味には毎日の歩みの中に経験する。だからキリストが歩み、キリストご自身が私たちの毎日の歩みです。だから今日は素晴らしい。今日、キリストです。と言いましょうか。今日こそキリストです。キリストが私たちの共に歩む。キリストが私たちの歩む。歩み。キリストが私たちの歩み。キリストは今日の私たちの一日です。いろんな出会い、いろんな出来事、仕事、勉強、全てにおいて、キリスト存在する。そして、キリストが私たちに信仰を与える、信仰、すみません、真理を示す、真理を悟る、という意味、彼がどれほど私たちを愛しているか。私たちは逃げるではなく、技術から逃げるではなく、私たちは、その一つ一つの出来事において、真理を悟る、真理が分かる、真理を経験する彼。彼自身、兄弟においている、出来事において彼がいる、復活されたクリストが、死に勝ったクリストが、すべての関係の中にいる。これは真理、すべてにおいてクリストが私たちを愛する。だから命、永遠の命。この日を読むことによって、真理を知って、真理を悟って、悟らせて、真理を信じて、命を得る。永遠の命。限りのない命。永遠の喜び。誰でも、お父に、キリストを通して、行くことができない。キリストは今日の中に現れる兄弟です。囚人、奥さん、子供たち。彼らを通して、私たちはお父に行きます。これは、すべて教会の中に経験する。教会は、キリストの体です。教会を通して、私たちは本父に行きます。兄弟を通して、行きましょう。教会の中には、キリストが道である、命である、真理であるということを経験します。復帰をされているから、照らされます。教会たちよ。教会と共に、私たちは、司祭たち、神父たち、牧者たち、カテキストたち、に従っていくことができます。そしてそれによってキリストご自身に
従う。キリストと共に歩むクリストが私たちの意味となるということを分かる、経験する、教会の中では、導かれる、教会に導かれることによって、そして、教会の即興、教会の言葉、教会の道に行き、教会の意識を引き入れによって、私たちは真理を分かるようになります。そして、命を得る。神聖期、教会、兄弟との、兄弟との交わり、命、永遠の死を経験する、見ます。これは全て、私たちのために準備されている住まいの味に、不動産が私たちに、教会が不動産である。どうして、キリストが日である、真理である、命であるということを経験させることによって、その家のパンフレット、家のモデルを示して、